皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字の云々かんぬやっていきたいと思います。今日はリクエストの文字2年生常用漢字の知識の知知るですね。リクエストありがとうございます。それでは説明をしていきます。まず特徴としては左の字を上から下まで大きくですね、右の下、口という字を上下スペースを空けて小さくという感じですね。はい。それとここが余計ポイントになりますね。口の最初のこの角と左側の字のこの横線のここですかね、ここをずらします。それでは1画目から説明をしていきます。まず上長く書いてください。一度押さえてのの字でそのまま直線右上がり、ここはまあ払い好みですが払い切ってもいいですが、今日の字はそのままのの字書いてそのまま直線右上がりですね。で上の線は短く下は長くですね。で特に下の線は長くといっても左側を長くですね。はい、中心ぐらいまでに終わらせますので左側の方が長くなりますね。でここふっくら右上がりですかね。一度押さえて、で今日はちょっと極端に書いておりますがすぐ開かないようにギリギリまで耐えております。この字が限界ぐらいでしょうか。もう少し早めに開いてもいいですけどね。はい、開くのを我慢してもらうのをお手本としてギリギリまで耐えております。いいですかね。すぐ開かない。で次ここの点ですね。ここはここの角に書かずに下ろしてくださいね。下に下ろしてぐーっと押さえる。でも左側の払いよりは足が高い位置で終わらせてください。でここですね、余計ポイント、ここよりも上で角はこの線と同じぐらいまだ行っちゃっていいですね。一度押さえて中心、一度押さえてちぼめてはみ出すこと前提で長くしといてください。でここふっくらもしくはふっくら右上がりですね。はい、そんなに右上がりは強調する必要はないです。でがっつりとちぼめてでふっくら右上がりで閉じながら右側をはみ出すと、しっかりとはみ出してくださいね。はい、で上の方がスペースが大きいですね。はい、それでは書いてみます。まず最初のの字長くですね、一度押さえてのの字そのまま直線右上がりで下は長くふっくら右上がり、中心ぐらいまででやめといてくださいね。左側長く一度押さえてすぐ開かず最初はまっすぐですね。で最後グワッと開いてください。で点は角じゃなくて下に下ろして、はいですかね。でここ余計ポイント、この線より上に書いてください。一度押さえてはみ出すこと前提でちぼめながら長めに書く。でふっくら右上がりでがっつりとちぼめてふっくら右上がりで閉じながらはみ出すと、はいこんな感じです。もう一度いきます。一度押さえてのの字長く直線右上がり短くで下は長くですね。特に左側ふっくら右上がり真ん中まででやめておく。一度押さえてすぐ開かずに最初はまっすぐ、後でグワッと開く。で角ではなく下ろして押さえる。でこの位置がこの払いより高い位置で、この次口を書くときはこの線より上からずらして一度押さえてはみ出すこと前提でちぼめながら長めに書く。でふっくら右上がりがっつりとちぼめてふっくら右上がりで閉じながらはみ出すと、こんな感じです。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。